どうも、セリカです。もう、早速なんですが、すごく面白いというか、初めて見たバグの画像を送っていただいたので、ちょっと皆さんにもね、お見せしたくて、お借りしました。こちらなんですが、これね、私初めて見ました。本当にこんなバグ、ある?あったんですね。多分、裏ステージの最初のスタート時ですよね。多分もう、レディーゴーして、スタートした後だと思うんですけど、このね、千手観音の鬼のところにいる。すごいですね、これ。で、ちょっとお話聞いたところ、この後は、特に影響はなくって、このまま消えていったそうなんですが。すごいね、これ面白かった。送ってくださってありがとうございました。はい、お願いします。ここどこだ?たくさんリクエストいただいたんですけど、まずは、お星様。あ、人鬼がいた。人鬼ゲットしたんだ。すごいね。おめでとう。いや、ちっちゃいな。意外とちっちゃい。いなくなっちゃった。で、実は、裏ステージ。あの後ね、10回以上挑戦したりもしているんですけど、今ね、もう完全にスランプに入ってしまって、どここっちですね。いや、何十回やってもね、即死なんですよ。なんかコツがゼロになってしまった、せっかく掴みかけた裏ステージだったんですけど、なんか今日ね、何回やってもうまくいかないので、ちょっとその動画は一応撮影はしたんですが、即死でもう本当に見てられないかもしれないんですが、最後の方におまけでつけようかなと思います。無言のもあります。もうね、毎回喋ってたら持たなくてですね、裏ステージから喋ったりしてるので、なので、もうクリアされた方も結構いらっしゃると思うんですけど、コメントでもいただくんですが、頑張っていきたいと思います。で、そうです。今日メインでお話ししたかったのが、本当は裏ステージやって、惜しいとこまで行きました的な動画を撮りたかったんですけど、ちょっととてもそこまで行けそうになかったので、今回は別のお話と思っているんですが、ですね、ちょっと調べたところ、このウームさんで青鬼オンラインが、リリースされたのが、9月の13日だったんですよね。なので、この日がぴったり1周年という形で、1周年記念の日になってくるんじゃないかと思うんですけど、昨日の動画見てくださった方は、重複しますけれど、イベントをやってくださるのか、おめでとうっていう、配布で、青銭がもらえたり、1周年記念スキンが全員にもらえたりっていう、プレゼントをしていただける1周年なのか、まあ、はたまた大イベントやってくださるのかっていうのが、ちょっとやっぱり楽しみになってしまいまして、まあチャレンジが来るのか、ちょっと待って。今ね、なぜか録音すると、収録するとね、音が聞こえなくなっちゃいまして、ここ今ね、宝箱二重ですよね。以前ここにあった宝箱が、こっちに移動しちゃったので、今ここが2つ開けれるような状況かと思います。で、何の話でしたっけ?青鬼が来てる。青鬼が来てる。いや、なんか足速くないですかね、青鬼。いるかな?音が聞こえなくて。やばい。あ、どこも来てるね。ここ上にいたらやばいな。ちょっと待って、入ろう。ごめん。あ、やられるよ。ダメだったー。いつもやられる、ロッカーはね。いや、なんか足が速い気がするんですけど。はい、コメントでね、こちらもいただいたんですが、もう昔の情報だったらごめんなさい。私、本当に知らなくて。名前も名無しにすると何でしたっけ、何かありますよって言われたんですけど、はい、お願いします。そんなのありましたっけ。初めて聞いたんですけど、まあどうなのか、まあ検証がてら名前は名無しにして、雪だるまスキンもリクエストいただいたのでやっていこうと思いますが、マッチング画面にね、たぬきさんいたんですよ。私ね、まだ会ったことがなくて、こんなにやってるのに、フクロウも出てこないしゴリラも出てこないんですけど、あ、いた。一瞬的に、もう入っちゃった。あっち行きましたね、トロッコで。トロッコに乗れるというね、無敵のロッカーと、あ、無敵のトロッコ。ここに落ちちゃったのかな?あら、これ出られないパターンかな?大きい!大きい!近くに行きたかった。あ、なんか両手になんか持ってる。なんか持ってますね。あ、袋もいる。あれ?あ、出てきた。あ、袋より大きいのかな?いや、すごい、両方ダブルで見れた。両方持ってないんですよね、ほんと。こんなにやってるのに、私、ウイルスも拾えてないし、レアスキンもないし、まあ、裏ステージも失敗しますし、裏ステージももちろんですけど、なんであんな惜しいとこまで行けたのに、時の運があったんでしょうか。
なんかタイミングが良かったんですよね。バババッと第3、第4ステージぐらいまで行けた時があったので、あれこれ2台ですね。2台バグ、どっちか閉じ込められないで行けますか。あ、無事に着いた。分割しました、分裂しましたね。やばい、いや足速いような気がするんですけど、まあ、フワッティじゃないだけ危ない、引っかかった。あー、たぬきさん、やっぱ出られないんだね。あそこでトロッコバグでやられてしまったんだと思う。いやー、かわいそうだけど私も危ない。見送ってくれた。あ、毒だよ。あれ、一応大丈夫なのか。トロッコ乗ってる時に入ったら、おお、セーフなんだ。降り立った先が青霧でなければセーフっぽい。いやー、この傘の人も動画に多分し忘れてるんですけども、うわー危ない。初めて見た時の衝撃が、顔がさ、もう何飛び出しちゃってる感じ、頭が。え、こっちかな。めっちゃ青霧来てるけど、あー、こっちじゃないか。どこですか最初、もう来てる。あー、うわ、大きいのがいっぱいいる。いやー、乗るしかないかな。青霧だよね。でもどうしよう、怖いな。ギリギリでこっち乗ってたら青霧に行きそうで。あー、乗られた、った。あれ、行けた。あー、こんなとこ危ない、危ない、危ない。ポイッと蹴られましたね。蹴られた、蹴られた。いやー、もう青逃げができないんですよ。まずノットベアが来てくれない限り青逃げができなくて、裏ステージもできないというスランプでございます。裏ステージもスランプでございます。はい、行きます。こちらもリクエストいただいたアザラシですね。やっていきます。で、今日なんか一回ダウンロードが入りまして、ここね、なんか修正されたっぽい。ここ通れなくて黒い壁というかマスがあったんですけど、これ消えましたね。細かい微調整をしてくださったんだと思います。他にも何か不具合があった分はもう治ったりしてるんじゃないかなという感じなので、トロッコとかも調子が良くなってるのかもしれないですね。ということでございまして、9月13日が青鬼オンラインのリリース1周年ということで、何かありそうということで期待を期待をしております。で、あ、そうです、そうです。 Android の方ね、私も何人かの方からまたあの後コメントやメッセージいただいたんですけど、手が遅くならないパターンもあるし、なのでずっと手が早いのかなとも思ったんですけど、それだとすごく不利だなっていう風に言っていたんですけど、なんかね、手は早いままだけど、鬼自体がちょっと遅かったりするっていうコメントもいただいたりして、ちょっと iPhone の人とは多少違うんでしょうかね、仕様がちょっとあまり不利にならないようだといいんですけど、あんまり違いすぎるならばやっぱりちょっとお問い合わせしたりして、こちらも修正かけてもらわないと、今裏ステージすごく大事になってくるので、乗っちゃった。ね、なんとか修正してもらいたいところではありますね。もう斜めになったりっていうのはやっぱり iPhone でもあるんですけど、やばい、あ、乗られちゃった。あ、やばい、あ、やばい。いやー、あっち行ってくれー。ここ出口が、いや、どっち、やばい、こっち行こう。やばいな、あー、来てるー、あー、来てる。隠れるところがない。本当にね、今裏ステージスランプでマジでやばい、本当にやばい。いや、ふわっているね、ふわっている、いるいるいる。あー、やばい、ここ非常にやばい、非常にやばい、やばい。あー、突っ込んだ。本当にこういうのばっかりで、裏逃げ、青逃げさえできない状況。あー、やばい。はい、ということでございました。裏ステージやりつつ、ちょっと息抜きでガチャを何回か回してますので、その様子とか、まあ裏ステージで爆死してますが、まあちょっとバカな様を見たい方はよかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、ということでございました。なので9月13日が1周年記念イベントあるんじゃないかなということで、期待をしたいと思います。また裏ステージとか、またバグとか、なんか面白いのがありましたらご提供いただけると嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた他の動画も見てください。それではまた、バイバーイ。はい、あまりに裏ステージができないので、息抜きで回しております。何回目かな、これ前に200連ぐらい回してます。爆死でしたけど、おお、久しぶりにニュースキン来た。まさかのフィッシュマン。いやー、でも嬉しいです、ありがとうございます。実はね、骸骨狙っていたんですけど、200連ぐらい回して本当に爆死だったのでカットしてます。あー、よかったー。
面白い顔してる。いや、使っていきたいと思います。この後出るかな。骸骨ね、欲しいんですよ。期間限定なんでね。回してますがダメだね。いやダメだった。けどフィッシュマンワード面白い。魚です。ありがとうございます。よかった、ちょっと救われました。